京田し跡、または京正し春は、戦国、安土桃山時代、江戸時代の人物で、島津市に仕えた医者である。元三観とも言う、島津義弘の医術の師であるとも言われる。出身は、朝鮮王朝実録などから中国福建省とされて、北が、前節平成公や、札藩休記雑録から、厚生省吉安府の出身とする方が有力とされる。 中国名の人物であったが、高吉五年はこうに捕らえられ、捕虜として薩摩に連れて来られたところを、島津義久に気に入られ、その字となりそのまま帰化した。義久と共に、豊臣秀吉とも越見している。しかし、秀吉の起こした文録、慶長の役の目的が、明の征服と知ると、同じく薩摩に帰化していた、各国案と共に、名へ。 日本国内の事情などを記した密書を、同郷の会長である、主人佐官に託し送っている。ただし、秀吉はそのことを知っており、義久と共に、秀吉へ液見した際に、秀吉は巨大な鍋を鋳造させ、元を煮殺そうとした。しかし、徳川家康が秀吉をなだめたことで命拾いし、元はその時の返礼として、家康が病になった際に薬を調剤して、 恩を返している。文禄二年に、こ誠縁により派された、施政王が商人に噴して、内野浦へ来航、船を提供した元よと共に元義ごとの接触を図らんとした。これを怪しんだ、伊住院忠宗と正尾記事住職の源竜の二人は、虚義語を通訳に、これを取り調べている。施政王と元よは来航の目的を堅くなに通称の、ためであるとし、 後に解放されると、京正しあとはそれより間もなくの10月に吉久の命により、島津勢の薬病治療のために、朝鮮へ都会している。没年は不明であるが、慶長18年の時点で410国を領しているとの記録がある。ありがとうございます。